ついに日本テレビが降参した。児童養護施設を舞台に、過激な内容が物議を醸している芦田愛菜、9、主演の連続ドラマ、明日、ママがいない?第一話放送後の批判には、最後まで見て判断してほしい。と強気な発言を残していた日テレだったが、1月30日、全国児童養護施設協議会に対して、番組内容の変更を約束した。心変わりの理由は何だったのか。日テレ関係者が言う。このドラマが決まった時から、家なき子の時のように世間で話題になるのはある程度想定していた。スポンサーが全て降板してしまったのは痛かったけど、最終回まで本当に番組内容を変更するつもりはなかった。それでも、最終的に決断した理由は、数字だったんです。ドラマの視聴率は、第1話 14%、第2話 13.5%、第3話 15% と、微減微増とあまり反映されていない。世間でこれだけ注目を浴びているので 20% は超えると思ったのですが、視聴率も伸びず、テレビ局の印象だけが悪くなっていく状況では、これ以上意地を張る理由がなかった。それで、番組内容の変更を決断したようです。前出、ヒレ関係者。視聴者もスポンサーも離れ、すでに手遅れな気もするのだが、